皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。ここまで色々と問題が噴出していた韓国代表監督に進展があったね。韓国サッカー協会は次期代表監督としてクラブのウルサンで監督を務めるホン・ミョンボが内定したと明かした。契約期間は2027年1月にサウジで行われるアジアカップまで。つまり2026年ワールドカップも含めて3年半はこの体制で行くってことだね。国内組が候補に上がった時も名前が出ていましたけど、結局ホン・ミョンボになったんですね。ホン・ミョンボは代表監督を務めるのは2度目のこと。現役時代は J リーグでもプレーしてることでおなじみだけど、韓国代表史上最多の136キャップを数え、クラブでも韓国、日本、アメリカのクラブでプレー。J リーグ移籍前にはイタリア、フランス、ドイツのクラブからもオファーがあり、世界選抜にも何度も選ばれたレジェンド。日本で言うと、カズヤ・ゴン・中山、井原などの時代と同時期の選手ですよね。指導者としても2013年6月から2014年7月にかけても韓国代表の監督を務めブラジルワールドカップも経験。退任後は2021年に就任したウルサン HD では2022シーズンと2023シーズンに K リーグ連覇。監督としてもしっかり結果を出してる監督だからこそ最初から候補に上がってたと思うんですが、最初は就任を否定していましたよね。何か心境の変化でもあったんでしょうか？韓国代表監督をめぐって韓国サッカー協会はここまで様々な出来事があったけど、大きな出来事としては、先月に戦力協会委員長が辞任したこと。選任を任されていた戦力協会委員会側と決定権を持つチョンモング会長側と意見が食い違ったのが原因とのことだけど、その責任者が突然の辞任をした後を継いだイムセン理事がホン・ミョンボと面会をしたみたいだね。イ理事が3個の礼をするように本監督を説得した。本監督は1日悩んだ後、承諾する意思を明らかにした。と現地では報道されているような流れ。外国人監督とは報酬の部分で噛み合わず、ホン・ミョンボ監督と面談する前にヨーロッパで面談した監督はあまり本気でもなかったみたいだしね。そして韓国サッカー協会はホン・ミョンボに代表を託す理由について、ビルドアップを重視する戦術、ワンチーム精神を導くリーダーシップ、 A 代表と年齢別代表の連携性など多くの理由を挙げて、2014年のワールドカップで失敗した経験も積極的に活用できると2度目の代表監督として A 代表を託したとされている。なるほど、まあレジェンド中のレジェンドですしね。国内組ではこれ以上ない人選じゃないですか。ただ監督選任の前任の責任者が辞任した際、ホン・ミョンボは、この問題が残念なのは、チョン・ヘソン委員長が仕事をした際、誰かがそばでサポートしてくれただろうかと考えると、絶対にそうではなかったと感じる。どのような考えとシナリオがあったのかはわからないが、私の経験をもとにするとそう思う。協会にはチョン・ヘソン委員長をサポートする人物が誰もいなかったのではと感じる。孤立してしまったようで残念だ。協会が果たしてどれだけ学習した状態なのかを聞いてみたい。と苦言を呈しており、自身が代表監督候補に上がってたことについても、最有力候補にいるということはメディアを通じて聞いた。協会で私より経験、経歴、成果がより優れた人物を連れてくることができれば、自然と私の名前は出てこなくなるだろう。その間、私のスタンスは変わらない。ファンはそれほど大きく心配しなくても良いと思う。とクラブのサポーターに対しても呼びかけ、実際にチェ・ヨンスらと共に名前が上がった際にはホン・ミョンボ監督は、知っていることがないから、申し上げる言葉もない。それが現在の私の立場である。と自身とは関係のない話だと一蹴、関心を示しているという協会にはクラブのサポーターから、韓国協会による K リーグ現役監督の代表監督選任に対して強い遺憾の意を表明する。協会は最近、韓国サッカーで起きている一連の事態に何の責任感も感じず、ただ K リーグ監督を盾にして責任を回避しようとしている。ホン・ミョンボ監督を含む全ての K リーグの現役監督を選任することに対して強く非難し、彼らを守るためのいかなる努力も惜しまない。リーグの現役監督の選任議論自体を無効化することを要求し、そのためにいかなる団体行動も辞さないことを宣言する。とかなり強硬な声明が発表されていた。そういった流れからの結局代表監督ホン・ミョンボは反発すごそうですね。そうだね。現地メディアでは直近の戦力協会委員長が辞任した流れに苦言を呈していたことなども含めて、ホン・ミョンボ監督は何度も聞いたことがないと強調し、最近では協会の監督選任の過程を批判したりもした。だが実際には、イ理事と会い、話は進められた。なんであれ、結局、ホン・ミョンボ監督がウルサンを裏切ったという声が高まる理由だ。
拒絶の連続は誠意のない言葉だったという批判は避けられない状況だ。と本明母にもその矛先は及びかねない状況と指摘しており、イリジは本明母監督の代表チーム監督就任の過程と時期について説明するようだ。監督を失ったウルサンが後任監督を任命できるように、本明母監督は可能な限りウルサンを率いた後、代表チーム監督を務める可能性が高い。ただ、その過程で傷ついたウルサンファンを納得させることができるかどうかは未知数だ。と報道している。Kリーグは現在リーグの真っ只中となっており、最終節が行われるのは10月の頭。ご存知のようにワールドカップ3次予選は9月から始まるわけで、9月の代表の試合まで今の暫定監督の体制で行くってこともありえますかね。さすがにそれはないと思うけど、クラブ側の視点で見るとウルサンは現在 K リーグで優勝争いをしてるからね。どっちにしても良い迷惑だし、家中のクリオレジェンドが拾ったって感じですか。あと今回の就任が揉めそうな要因として報じられているのは韓国の特殊な事情。本明母は協会からの要請を否定し、クラブ側も拒否していた中で、今回本明母代表監督が生まれた経緯について、断れない規定、本明母とウルサンの傷は深まるばかり。というタイトルで、韓国サッカー界には、代表スタッフ就任要請があった場合、代表戦力強化委員会及び技術発展委員会の指導者就任要請があった場合、所属クラブはこの要請に対して特別な事情がない限り、応じる義務がある。という韓国サッカー協会の規定があるということに言及。つまり、本明母はその規定でほぼ強制的に代表監督の座につくことを余儀なくされたってことですか。まあ、そうなるよね。2月の名前が出た時から、自分の名前が噂されるのに違和感がある。ウルサンを離れない。サポーターは動揺しなくていい。と繰り返し言ってたのが本音だと思わざるを得ないもう一つの理由が前回監督を務めた際の本明母の引き際。2014年ブラジルワールドカップでグループ敗退が決まったものの、本明母監督を協会は慰留し、一旦は続投が決定。国民に希望を与えると言っていたが、結果的に失望させてしまった。そのことについて申し訳なく思っている。と続投の1週間後に本明母監督は辞任を表明。この時に大きな影響を与えたのは国内のバッシング。直前の代表合宿中に自身のプライベートな土地の購入をしていたことが揚げ足取りのように報道されると、選手選考とグループリーグ突破に力を注がなければならない時期に土地を購入するのはどうか。と大会終了後にバッシングされ、さらに敗退が決まった後、ワールドカップの結果に落ち込む選手たちの心の痛みを少しでも和らげてあげたかった。と本明母監督が意図を説明した食事会の映像が流出すると国内から批判が集中し大炎上。特に儒教精神が根付く韓国において、敗退の後にそのような会が行われたとなれば、多くの韓国国民は黙っていない。とし、本明母は炎上。さらに続投を決めた韓国サッカー協会も大炎上。本明母監督の留任決定の過程は失望感を抱かせる。本監督を留任させたが、形式と内容は不適切なものと評価されている。執行部の無責任と無能力はもちろん協会の閉鎖的な密室行政がそのまま現れた。と協会や監督が猛烈な批判を受けて続投から一転辞任となったんだ。そこからクラブを連覇に導いた後に代表監督なんて、本明母、絶対やりたくないでしょ。実際に人選としてはこれ以上ない結果となったわけだけど、タイミングやそれまでの経緯を考えると実際にどうなのか、勘ぐりたくなるのが今回の代表監督就任。9月からワールドカップの最終予選を戦わなければならないため、外国人監督が選手を把握し、その哲学を浸透させるには時間が足りないと判断した。と協会も本明母監督に決めた理由の一つに時間のなさも挙げていたけど、本明母監督であってもクリアする問題がたくさんあるのも事実。9月のワールドカップ3次予選でどうチームをまとめてくるのか注目したいね。当チャンネルはゆっくり解説の他にも小ネタやネット反応集もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。